小学政府紙幣とは20世紀前半に日本で発行された小学の政府紙幣の総称である。日本では中央銀行である日本銀行が設立された後には通貨制度の管理と銀行券の発見は日本銀行が行い政府が直接的に紙幣を発行することはなかった。一方で先端位や臨単位の補助貨幣及び効果は 造幣局が製造し政府が発行していた。しかし、戦争などの影響による、高貨用材料の価格高騰や欠乏が原因で、金属使用が難しくなると、効果の継続発行が困難であることから、補助貨幣が紙幣化され、小額の政府紙幣として発行された。第一次世界大戦中から、終戦直後にかけて発行されたものとしては50千件。 2 0千件、1 0千件の3種類、第二次世界大戦中から終戦直後にかけて発行されたものとしては5 0千件のみの3種類が存在し合計6種類が発行された。名目上は効果の代替として発行されたが、口述の通りさらに、小額の紙幣が日本銀行券として発行された状況などもあり、実態としては、 並行して流通していた日本銀行券と同様の紙幣通貨として特に区別なく使用されていた。いずれも俯瞰紙幣であり法的拘束力を持って通用させられていた。また政府紙幣は償還不要かつ金利不要で債務にならないことから無制限に発行すれば猛烈なインフレーションを発生させる危険性があるため、 効果と同様に国庫の預金を引き当て準備金として発行していた。これらの小学政府紙幣には表面に大倉大臣という印象が印刷されている。50千件までの紙幣ではその印象の上部に菊下紋章が施されているが、50千件の印象には菊下紋章の表示がない。また、基板号については、 いずれの剣種も投資番号はなく、記号のみの表記となっている。50千件、50千件、10千件、10千件1917年10月30日の直例第203号、小学紙幣の形式で紙幣の様式が定められており、50千件、20千件、10千件の3剣種が発行されている。主な仕様は、下記の通り。 大正時代まで日本では50銭、20銭、10銭の核効貨は銀貨で発行されていた。しかし、第一次世界大戦で日本は欧州戦線から遠く離れていたこともあり、戦争特需で大幅な貿易黒字をもたらされた。反面、価格高騰による戦時インフレが発生した。そのため、銀価格が急騰し、銀貨の額面を超える価格になったため、 銀貨がいつぶされる危機に陥った。当初は銀貨の発行継続のために銀の含有量を減らした銀貨を発行することを検討したが、さらに銀価格が高騰したため、ついに銀貨発行が停止した。銀貨の発行が困難になったことにより、補助通貨の不足を補うために政府紙幣が発行された。図案は明治時代に発行された。 改造紙幣の定額面のそれを流用したもので、明治時代の改造紙幣の先端位の剣手は50千件と20千件のみで10千件はなかったが、この対象小学生府紙幣では20千件の図案を元にして10千件の図案が作られた。文字の書体や模様の印刷色などが変更され、剣面右側の改造紙幣で大倉教員に相当する場所に、 額面金額のアラビア数字が入り、県面左側に大倉大事人が入るなど、一部デザインが変更になったほか、効果と同じく発行年が記入されている。なお、記念後は、上記の通りである。表面中央の菊花紋章の周囲には右側に桂左側に歌詞、下側に勲章の菊花章があしらわれているが、これは、 流用元の改造紙幣と同様の図柄である。三軒種いずれも、偽造罰則文言は、この紙幣を、元蔵師ある派元蔵として通用する母国法に、ところすべしと印刷されている。すかしは、縦線上である。使用色数は、三軒種とも、表面三色、裏面一色となっている。名目上効果の代用として発行されたことから、 各県主とも従前の銀貨と同じく放課としての強制通用力は10円までとされた。1919年末の政府紙幣の流通額は1億4530万円であった。発行に際し政府は大戦終結後1年までしか発行できないという制約を取り決めたが、1919年の大戦終結後もしばらくは、 補助通貨の不足が続いたために発行継続され、1922年まで政府紙幣が発行された。戦争終結により、銀価格が落ち着いたために、銀貨の発行が再開されたものの、10銭硬貨は、白銅素材に変更され、50銭硬貨は、小型化し、20銭硬貨は発行されなくなった。小学紙幣整理法により、 1948年8月31日、限りで、通用禁止。1938年6月1日の直令第388号、臨時通貨の形式等に、関する件で紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。日中戦争の勃発に伴い、政府は1938年に、臨時通貨法を制定し、帝国議会で、 貨幣法改正を行うことなく、補助通貨の変更が行えるようにした。この臨時貨幣法を活用して、政府は1938年6月1日から50銭銀貨に、代わる、政府紙幣の50銭券が発行された。これは戦争の遂行に伴い金属需要が急増し、金属不足が発生したため、戦略物資の義務を温存するための措置であった。 この50戦紙幣であるが、発行年の記念号は、昭和13年とともに、当時広告士官が流星を極めていたこともあり、期限2598年と後期による年号が、併記されていた。表面の風景は、静岡県にある、足高山海の越前岳から見た、富士山であり、山頂情報には八両橋の輪郭、下部には山桜が描かれている。 第5話、大日本帝国政府紙幣、名板は内閣印刷局製造となっている。スカシは、波線の連続模様である。使用色数は、表面4色、裏面1色となっている。銀貨の代用であるため、黄飯印刷による印刷がなされ、日本銀行券と遜色のないものであった。名目上硬貨の代用として発行されたことから、これ以降は、硬貨と、 同じく法課としての強制通用力は、同一学面20枚までとされた。小学紙平成理法により、1948年8月31日、限りで、通用禁止。前期表、大日本帝国政府紙幣。後期表、日本帝国政府紙幣。理面、前期、後期共通。 前期発行文は1942年10月23日の直霊第688号、昭和13年直霊第388号に、テームルものの外小学紙幣の形式をテームルの件、後期発行文は1946年3月5日の直霊第1 2 1号。 昭和13年直令第388項及び昭和17年直令第688項にテームルものの外小学紙幣の形式をテームルの件で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。真珠湾攻撃により太平洋戦争に突入し当時の印刷局は急増する日本銀行券の需要に加え外地占領地向け紙幣。 軍用手表、交際などの証券類などの増産に追われていた。そのため、政府紙幣のデザイン検討から印刷まで一貫して、民間企業の突破印刷株式会社に委託することになった。これに合わせて図案は、当時の時局を反映した、安国神社に、印刷方法は、手間のかかる、黄版印刷ではなく簡易な突破印刷の、多色刷りに変更された。表面は、 東京都千代田区にある靖国神社の第二鳥居及びその奥にある神門の風景が金止、王家と共に印刷されている。当初は靖国神社の風景のみを描いたデザインが検討されていたが、日本銀行などの要望で金止と王家の図柄が追加された経緯がある。元号による記念号が印刷されており製造年がわかるようになっているが、 富士桜の50戦紙幣とは違い後期による表記は採用されていない。また名版も記載されていない。理面は霧島火山群に所在する宮崎県の高千穂峰の風景である。前期の昭和17から19年名のものは、スカシが50の文字と波線の連続模様である。後期の昭和20年名のものは、GHQ の占領政策の下で製造された。 後期発行文のものは通称 a 5 0千件とも呼ばれる。資材不足により一部が突版印刷から平板印刷に変更されているなど印刷の簡素化がなされ一部は印刷局でも印刷が行われている。連合国軍占領下の当時は改札を行い新紙幣を発行する場合図案について GHQ の承認が必要であった。例えばこの時期に 日本銀行が申請した、新紙閉図案が拒否されているものがある。GHQ は、郵便切手については、靖国神社を描いたものを含む、国家神道に関係する図案のものを、直ちに使用禁止にしたが、一方この靖国神社図案の50千件については、引き続き製造と流通を容認したことから、図案は全期分と同様である。ただし、第5の、 大日本帝国政府の文字は日本帝国政府に変更されたほか、地模様のすり色が2色のグラデーションから単色に簡素化されている。後気分については、透かしも霧の連続模様のチラシ透かしに変更されている。変遷の詳細を可表に示す。1946年5月からは50線王道化が製造されるようになり、 これを受けて50銭紙幣は製造終了となる予定であったものの戦後の混乱や電力不足などの影響を受けて効果の製造計画が計画通りに進捗せず小額通貨が不足したため反対に小額紙幣を増刷しなければならない事態となり1947年に入るまで製造が続けられた小額紙幣整理法により 1948年8月31日、限りで通用禁止。日本政府紙幣1948年3月5日の政令第46号、小学紙幣の形式を定める県で紙幣の様式が定められている。主な使用は下記の通り。戦時中に軍が使用していた、薬莢団体、王道棒新官など、 王道の材料が多量に存在することが判明し、造幣局は払い下げを受けて1946年5月から50銭を同化の製造を始めた。これにより50銭紙幣は製造、発行が中止され50銭公開に戻る予定であった。しかし、インフレーションの進行に伴い金属価格が上昇し、翌年7月には、 材料節約のために小型化した50銭王道化に改正された。さらにインフレーションが進行したため、このままでは材料価格が額面価格に近接し50銭硬貨の製造そのものが不可能になる可能性があるとして、大倉省は再度の50銭紙幣の発行を決定した。なおこの紙幣の発行検討時に50銭紙幣を他県主と 同じく日本銀行券として発行することも選択肢の一つとして検討されたものの手続きが煩雑なことから従来通り50選紙幣に限り小学政府紙幣として発行された。連合国軍占領下の当時は改札を行い新紙幣を発行する場合図案について GHQ の承認が必要であった。加えて1946年には GHQ により 軍国主義的とみなされたデザインの紙幣と郵便切手の新規発行が原則禁止されたことを受け、再度の50戦紙幣発行に合わせて、そのデザインの改定を行ったものである。デザインに板垣大助の肖像や国会議事堂を使うなど、戦時中の小学政府紙幣と印象が異なっている。表面右側には、 板垣大輔の壮年期の写真を元にした肖像が採用され、裏面には真正面から見た国会議事堂を描いている。第5が従来の日本帝国政府紙幣から日本政府紙幣に変更され、中央上部と大倉大臣の印象にあしらわれていた菊下紋章が削除されている。他の小学政府紙幣とは異なり製造年は表示されていない。また、 日本銀行券を含めて、新字体、左横書きで表記された初の紙幣である。通称、b 5 0銭券とも呼ばれる。紙幣の印刷は一部を除き民間印刷会社へ委託されていたが、印刷された工場に関わらず名番は、印刷局製造である。基番号については投資番号はなく、記号のみの表記となっており、 記号は4桁以上の数字で構成され、先頭の桁は政府紙幣を表す2となっている。先頭1桁と末尾2桁を除いた部分が組番号となり1記号につき500万枚製造されていた。記号の下2桁が製造工場を表しており、下表の通り9箇所の印刷書別に分類できる。このうち東京証券印刷小田原工場製のものは、 製造枚数、現存枚数が少なく現在の古銭市場での価値が高くなっている。同時期に発行された10円券以下の日本銀行券に英語券と同様に透かしは入っておらず、用紙も木材パルプを使用した粗雑なものであった。使用色数は表面3色、裏面1色となっている。印刷方式は両面とも平板印刷の簡易な紙幣である。 その後、1000単位の現金通貨は、インフレーションの進行によって事実上意味をなさないものとなり、1953年7月に、小学通貨の整理及び、支払い金の波数計算に関する法律が、制定された。この法律により、1953年末限りで税に及び、臨単位の効果と紙幣がすべて廃止され、結果として、 すべての政府紙幣が廃止された。太平洋戦争の戦況の悪化に伴い、金属材料が不足しており、ついには、硬貨用材料が枯渇したため、対戦末期の1944年11月には10戦硬貨と5戦硬貨の代用として、小額の10戦紙幣と5戦紙幣が終戦直後にかけて発行された。 当初はすでに効果の代用として発行されていた50銭紙幣と同様に小学政府紙幣として20銭紙幣と10銭紙幣を発行することで効果を代替することも検討されていたが政府紙幣の新規額面の発行には国会での法改正が必要であり旧を要することから大倉大臣の国人のみで対応可能な日本銀行券として発行された この頃には、紙幣用のインク、用紙、印刷機といった資機材すらも欠乏した状態に陥っており、発行された紙幣も相当に低質なものとなっている。第2次世界大戦時の小学生不紙幣の50銭紙幣については、ピーク時頃から1947年頃までには、額面金額50銭の通貨の発行口のうち90%。 以上上が紙幣化さされれてており流通上も特段の問題なく使用されていた一方で、公衆電話、自動販売機などで10銭効果5銭効果の需要があった上、特に流通が激しく損傷しやすい状況にある10銭紙幣、5銭紙幣の、紙幣化率は、ピーク時でも発行口のうち35%に満たない程度となっており、 実態としては製造中予された10銭硬貨、5銭硬貨も並行して根強く流通している状態だった。第1次世界大戦中から終戦直後にかけては50戦件20戦件10銭件が第2次世界大戦中から終戦直後にかけては50戦件のみがそれぞれ小学生不死兵として発行された。発行時期が離れており、 なおかつ発酵学面も異なることから別々に記述する。戦争特需に伴う高価用材料の価格高騰により、1917年9月まで製造されていた50銭効果1911年8月まで製造されていた20銭硬お及び1917年11月まで製造されていた10銭硬貨の代替として発行された。 後継は1922年5月に発行開始された50銭効貨及び1920年9月に発行開始された10銭効貨である。なお、20銭効貨については20銭紙幣の製造中止移新規製造が行われず、これ以降、額面金額20銭の法定通貨は製造を発行されていない。戦況の悪化に伴う貨用材料の枯渇により、 1938年2月まで製造されていた50銭硬貨の代替として発行された。終戦直後の1946年5月14日からは新たな50銭硬貨が一旦製造されたが1948年10月7日には製造終了し、その後は再び50銭紙幣のみの製造発行となっていた。最終的には インフレーションの進行により、千単位の現金通貨が意味をなさないものとなり、効果が復活することなく、千単位の法定通貨自体が廃止となった。なお、1944年11月1日には1 0効果、5000効果の、代替として1 0紙幣、5000紙幣が発行されているが、 これらは前述の通り小学政府紙幣ではなく日本銀行券として発行された。これらも50銭紙幣と同じく1953年末をもって廃止されている。ありがとうございます。